はい、それで何か朝今日天気と外でお説明しようかなと思って昨日見たんだけど、あまりにも難しくて、開けてあげたところはね、諦めました。短い時間で説明できるのでもありません。皆様は何か聞きたいというテーマではございますかね。何か知りたいこととかね。はい。七角氏のことなんですけども。何？七角氏。サッタサンボちゃんなんですけども、例えば企画氏が出たとして。企画誌、はい、が出たとして、それでまあその瞑想中に喜びとか安穏の気持ちを安穏の気持ち、安らかな気持ちを感じて、企画誌が、まあ、出てるなっていうふうに、まあ、自分で判断するんだと思うんですけども、それでその後はその状況によってその喜びの気持ちが消えちゃって弱くなったり消えちゃったり、まあ、して、それで、まあ、またしばらくすると企画誌が、まあ、翌日に出たりとかする場合っていうのは あるんでしょうか。つまりその各誌が弱まったり強まったりするっていうのはあるんでしょうか。企画誌のピーティー喜びが強くなったり弱くなったり、翌日になるとまた強くなるとか、そういうことはあるんでしょうかっていう質問で。あるでしょうね。どんな物事もそういう流れでしょうしね。まあ自分で参加なさってる方々は資格して、資格しって何だろうかとわからないかもしれませんけど、あまりそういう難しいことを気にしないでください。まあそういうのはね、上がったり下がったりいろいろありますけどね、これは執着との問題であってね、執着本能が結局は現れたり、その波に合わせて私学士の特色は、まあ、強弱が見えてきますね。それで人々はそういうものにはどんな気が気や疾患が生まれても、どんな気やをね、すごく体が心が軽く働くようになっても、全て無常だから、こんなものに執着しないというね、まあ、放っておくということをしなくちゃいけないんです。そうすると捨格子というね、ものが生まれてくるんです。まあそれで大体整います。ピッカーサンボちゃんが生まれるまでは、まあ結構波が激しくはなります。大丈夫です。まあ、即世間的なテーマとかないないんですかね。はい。はい。誤解を守ってヴィパッサナーに励みましょうと先生が来られる前にお聞きしました。SNS とかで本名じゃなくてニックネームとか漢字で名前を書かないのは偽りになりますか？ SNS で、SNS でニックネーム、ニックネームですね、自分のニックネームを使って自分の本名を使わないことは誤解の、誤解に触れますかっていう質問。
今これは世の中のね、まあ普通の習慣になっているんだからね、SNS だけではなくて、いろんなそういうソーシャルメディアサイトではね、ハンドルネームというね、自分の何か名前を使うんですね。あれってまあ横の世界だからね、ですから自分をかぶしておいたいんですね。自分をかぶしておいて、自分の汚れた心か気持ち感情をね、全部ずっと吐き出すんですね。それはまあ欲あるのはそういうことであってね、本当はソーシャルメディアっていうのはとっても有効に使えるいい道具でもありますが、まあ人間っていうのは結構頭いいんだから、何があっても良いことには使わないっていうのは人間の特色ですからね。ネット文化が始めた時でも、もうはちゃめちゃなんで、もう悪いことにばっかし使っていたんだからね。そこでまあやっと情報を取るために、いろんなものをデータ調べるために使うようになりましたけど、まあそこら辺で使ってる人々の数が少ないしね。それもあって今この普通のソーシャルメディアという、これまあ個人個人でコミュニケーション取った方がいいんじゃないかなとかね、こういういろんな人は考えるんでしょ。一人二人ぐらい考えることなんです。それでシステム作っちゃえば、その人はもう桁違い金持ちになるし、この金どうするのかとわからない程度金が集まるし、世界はそれに乗っちゃって、よく見ると何人かに管理されてる世界ですね。政治家に管理されてないんです。で、それでこの人と人とコミュニケーションするということはとても良いことなんですね。ただこの何も欲だけでいけてる人々は、まあそれを取り上げてそれでシステムを作ってしまうんですね。だから人間がそれを持って人と人とのコミュニケーションに使うかないか、そこは個人判断で、それで何するのかというと、とにかく人々を無差別に非難侮辱するために使うんですね。だからそれに依存している人々はちょっと調べてみたところで、この人々にはまあ普通の人間とのコミュニケーションできない、何か非難侮辱する。
だから人格が壊れているんですね、結局は。だから人を非難、侮辱して潰してやるそうと言いたい放題のこと言われたら本人が病気でしょ。だから本人が自分の病気で合わせないで、そこはどんどん拡大するんだから、一人一人が潰れていくんでしょう。でそこはかなり使っているのはそういうためなんですね。でもそれは良い方向にも使える。いろいろね、まあ例えば仏教を学ぶグループを作っちゃって、そこで SNS で自分が学んだものをこれこれやどうかね、自分がこれについてこんな意見だよと、他の人々もそれを勉強して自分たちの意見を出したりして、それで結構その世界で結構、うまくいこう、個人肉体的に合わなくても結構たくさんの人々と、まあ世界的なね、どこにいる人にでもそこでコミュニティグループを作ることができるんですね。だからこのジオロジカル、この地理的なリミットを、ね、なくして、人間同士でたくさんねコミュニティ作られるっていうことはね、いいことですけど、だから目的は何なのかと。だからこの汚れた目的で使うと、これはかなり社会にダメージを与えるんですね。そういうことで、この初めからもう目を使わないってことになってしまっちゃったんですね。それだったらかなりまずいっていうこと。だってまともなこと言わないんだから、裁判かけてしまうぐらいの言葉言うんだから、ね、だからいろいろまあ Facebook やらそういうシステムではね、まあ民主差別とかいろいろはまあ禁止して管理して、まあ、いるようですけど、まあ、それも、まあ、人間ではなく機械がやってる作業だから、それほどうまくやってるか、うまくいくかどうかわからない。こういう民主差別、非難侮辱、チェックするアルゴリズムを作っても、それに、なんて言いますか、入らない、引っかからないように、いくらでも、かけますよ。まあ、それはまだまだこのアルゴリズムの世界、理事の世界はね、まだまだ人間が偉いと思ってるんだから、人間の習慣、感情、食嫌い、気持ち、まあそこら辺はまあ放っておきましょうとかね、知っているんだから、そういう問題になってるんです。人間ってのはどこでもないゴミやと、アルゴリズムを作る人々は決めたならば、遊びできなくなるんです。言葉いろいろ書き、なんて言いますか、いろんな噂をして書き、いろんな
ねじ曲げて非難侮辱しても、アルゴリズムはピシッとそれを取れることはできます。取ることはできます。まだまだまあそろそろそうなるでしょうね。まだまだ人間の方が偉いという妄想概念で、アルゴリズムを書く人々はね、コーディング、エンコーディングしていますから、いくらでも我々の互いに非難侮辱し合って、相手を倒すつもりで頑張って自分を壊して、粉々に壊して人格をなくなっちゃって、もうかわいそうな生命になってしまうというね。だけど、そこに仕事もできなくなる場合もありますね。それで、なんでそういうふうにこの実名出荷使わない使いますけどね。そうすると、その人は誰かと調べて、その人のプライバシーを侵害するだろうという。いうところでしょうね。それもなんで伊藤のプライバシーを知りたがるのかと。だからそういう人間なのに、面白いことはこの一人の人間もそれなら人間らしい人格者がいないんですね、見てみると。なのに人間様が偉いというこの立場が何なのかと。これはこの情報システムを作る人々もそういうふうに思ってるんです。データで考えればね、まあ 99.99% 全部だらしない、もう信頼できない人間だったら、人間はそういうものやと結論しなくちゃあかんでしょう。100万人に1人が立派な人間いるんだから、ですから人間が立派でってこれならんでしょう。私はそれ見て、人間というのはいかに汚れている存在かと。そこでプログラムシステムを作る人々にとっては、それはまあ商品だからね。自分作ったプログラム。ですから、使う人々はお客様でしょ、ちょっとおだててあげないと。それでしょ。だから、まあ、みんなその悪影響っていうのを向けてはいるんですね。良いことには使えるんですよ。こんな人間、自分の能力を人々のために使った魂はないんです。とにかく人々は基本的にこの欲が強いんだからね。
存在欲が強くて、まあ自分一人で儲かることをね考えてるんですね。豊かになること、でこの豊かになるってことはほとんど物質だけにしちゃってね、ですからこのテクノロジーの専門家たちがまあそれに使って自分の収入をできるだけ上げてあげてしまうんですね。何のことかとわからないね。例えばものすごいゴージャスなヨット買ったりプライベートジェット機買ったりとかしたからって言って、何ですかねそれ。ラクシュリーヨットを買っている、これでいて遊ぶ暇があのバカたちにあるんですかね。でちょっと、1週間ぐらいじゃ自分のあれでね、まあパーティーやりながら楽しもうって、その時でもいろいろ仕事やってるんで、結局はに会議に自分のプライベート飛行機に飛ぶと、どれほど一人の肉体を運ぶために視線破壊するのかと。なぜならば飛行機を飛ばすっていうことはこの個人好みでできることじゃないんです。世界的なそのネットワークがあって、離陸する許可得て離陸しなくちゃあかんです。ルートは全部しっかり前もって確認して、でもまとめておかなくちゃあかんです。そんな好き勝手に飛ぶことはできない。軍事飛行機はどうかよ、はらんだけどね。でも軍事飛行機に飛行したってもね、自分の占領の中だけでしょ。隣の国の空に侵入してはあかんだからね。なのにそこまでややこしいなのに、一人の人間飛ぶ場合はあれ全部使わなくちゃかんです。だからたくさんの人々はそれを前もって計画を立てて、離陸許可を得て、着陸許可を得て、時間制密室に許可を得て、ルートを確認して、だからそれって何でしょうかね、楽しいでしょうかね。逆に考えればどれぐらい地球の資源を一人が壊すのかと。それ見てもありえない。人類合流だから平等だからみんな豊かになった方がいいんじゃないかと。なれるわけないでしょ、あんな態度で考えると。だからああいうふうなこのみんな欲で自分のドリームをね追っかけていくっていうことが正しくないよ。それで人類は貧乏になるだけ。でそれはあまりも理解しないね。一つのソフトウェアを組み立ててそれで
億万長者になりたいとか思うだけですね。だから自分持ってる知識やらテクノロジーやら技術やらね、それを使って大金持ちになってしまう、なろうと自分見てね、それで一部の人々は成功する。その結果は社会はずっと不平等で、貧富の差があって、ある人ない人、これはかなり広がってしまう。それでまたごまかしありますよ。ある程度で、まあ、食い物を住むところ、必要なものを買える程度で、人々にも収入が入るようにする。そうしたら、その人々は先を考えないんだから、物の見事にあのシステムに奴隷にしてしまうんです。あまり詳しくあまり言う必要はないと思いますけどね。だからこういうふうな世界ですね、我々生きてる世界は。昔はね、フィードリスムというね、こういう偉い金持ちの地主たちがいてね、アイスブルースのとこで奴隷みたいな生活していた時代があったでしょ。封建主義。封建主義。それで一般人が困っていたでしょ。仕事するんだけど、収入は全部主人のもので、でこれが良くないと壊れていって、現代何主義かよく分からんだけどね、現代は民主主義はないしね、共産主義もないしね、よう分からんだけどね、現代人にはね、本当に思考の自由もないしね、そこで私に見えるのは、この封建主義時代でひどい目に遭っていたのに、そこはなくなったんだけど、その代わりにデジタル世界でまたああいう連中が現れちゃったんです。そこで政府システムまでそちらから ぎゅって政治家の力まで奪ってる。それでシステムは奴隷になってるんですね。だから人間っていうのは本当に何やってる生き物ですかね。我々の心の中で本当に矛盾だらけでね、自由になりたいって言うと、決して自由にならない。自由になりたいと思ってやることで奴隷になるだけ。楽をしたいと、楽に生きていきたいとしてやってるこの世の中のことで、一人一人の楽が、安穏が消えているんで、みんなストレスで絞られて、時計という鎖、足に指、手にかかってね、その鞭で打たれて生きてるだけ。
だから物質的な鎖が消えましたよ。奴隷システムあった時、本当に本物の鞭で打たれちゃったんだから、ね、それがなくなったんです。だったらお前らの心身に腐れかけて、精神に精神の鞭を打って自分でやるっていうことは、そのままだ、面白いでしょ。全て無常だから世界は変わります。変わっても変わっても何かパターンがあるでしょ。変わるなら僕のパターンまで変わった方がいいでしょう。そうならないんですね。今私たちは、精神的にところで腐りかけられちゃって奴隷になっちゃって、わけもわからないんだけど毎日鞭に打たれて生きてるんです。それで我々はじゃあ次の世代にそうならんような世界やればいいかと思うだけで、私は次の世代も次の世代を見ているんです。あと5年取ってますから、私も見てみると、物の見事に自分たちの奴隷システムを作っているんですもん。私たちにストレスかかった問題は次の世代にないんです。その代わりに別の問題で一切かかっているんです。私たちの時代で悩んだ問題は次の世代にないんです。その代わりに別の問題が現れてきて、そちらで悩んでいるんです。社会の変化はそういうふうになるもので、社会のこの無常の流れはそういうふうになることで、そこでどうしてもなんかパターンがあるんですね。このパターンを発見することを知識人の科学者の世界なんです。一般人でみんな被害者たちだから。で、加害者は今システムになってるだけ。昔は人間だったからね。だったらそいつをそこまでね、で、提携と。ギレチンにかけてやるぞと。簡単で言ったけどね。ルイ14でったっけフランス革命でね。とマリア・アンティニオン。マリア・アントワネット。アントワネット。紛れにかけて、はい、自由になっちゃって、なってないよ。だから当時では人間でしたから、そういう人をギレリにかければよ、終わって、今はシステムだから。どうやってギレッチにかけますかね。もしかするとこのハッカーたちがなんでハッカーになるのかって、もしかするとなんかその気持ちもあるかも。ハッカーは一緒でも悪いこと、金儲かるために使ってますけど、人質にするで今誘拐できんだからね。ヘッカーたちは会社丸ごと誘拐する、個人を丸ごと誘拐する。いろんなキャモフラージュでプログラムを作って
これ無料でこうすごいことを使ってくれ入れた途端、まあ、その裏に貼っているプログラムが活動してシステムを誘拐する。日本の会社は何回やる攻撃を受けたし、で彼たちはそういうふうにやるんだけど、もともと子供の時がね、そういう能力をやるんだから、なんでこのシステムにやられちゃって、このシステムを壊してやりたいという気持ちがあったか。システムをギリギリにかけてやりたいんだと。で、その代わりに何やるのかというと、システムをギリギリにかけないで、システムを使って、普通の、昔もあったこの誘拐者で、身代金これという、昔あった、普通のことを今デジタルでやっている。誘拐師だっても一人ぐらいでしょうし、それって結構労働かかるしね。会社丸ごと誘拐はどうですかね。日本政府のね、何か一つセクション丸ごと誘拐するっていうことはね、日本の国のサイトもね、何回も攻撃を受けたでしょう。これってすごい怖い妖怪でしょ。ですから子供の時そういうシステム変えた方がいいと思っても、もともと人間だからね、で悪人に決まっている、だからそこで解決はないんです。でソーシャルメディアがすごくいいことで、ソーシャルメディアシステムにたくそくてそくて出したら誰にあげたのかというと人間にあげちゃったんですね。これもともと悪人たちなんです。全く信頼できない人々なんです。だから人間を信頼できないということは世間で言ってない言葉なんですよ。それ言えないんで、矛盾になり、まあ、ロジックにならないんです。人間は信頼できない、じゃああなたは人間でしょ、あなたのことも信頼できない、してかってあなたの言う言葉も信頼できない。だから人間は信頼できないよというふうなアイディアを発表することすらロジカルインポッシブル。だから誰も言ってないよそんなことは。新しいシステムが出来上がります、これでかなり助かりますよとか、ね、いうふうになってくるんです。だから人間にシステムを作ってあげるんだから、まあ人間はもともとかなり汚れてる存在だからね、自分のことはどうすればいいかわからないんだよ人間が。自分のことをどうすればいいかわからない人に何かあげてももっとひどい目になるんです。なんか変な例え話思い出しちゃったんです。
例えば自己管理できない人が自分でもう例えば排泄することでも自分で管理できない、漏らしてしまう。鼻水が出たら出たばっかり出っぱなしで、よだれが出たら出っぱなしで、そういう自己管理できない人間に結構いい車買ってあげて、これを運転してくださいと。それで行きたいところに行けますよと。そんなような世界なんです。だからその人はあの車を持って、まず何するかわからない。運転するか、あるいは金槌でぶつけて壊すかもわからないもん。何に使うのかと。あるいはブレーキを外して押して隣の家にぶつけるかもわからない。自己管理できない人だから。だから人間にいろんなシステムを作ってあげることで、そういう結果になっています。でソーシャルメディアのせいでどれぐらい人々が自殺したんですかね。ただ環境、根拠のないもの、いろいろ書いたりして。ある編集者の編集者から新しい単語を聞いちゃって、私は初めて聞いたんだから、あんまり気にせなかったんだけど、デジタルタトゥー。チャチュっていうのは入れ墨、デジタル入れ墨時代やと。どういうことかというと、この本人知ってる何人か何か具体的なケースと言われていましたけど、例えば何か犯罪をする、個人が何かね、ナンパするとかね、ナンパではない、なんて言いますか、あれはナンパは犯罪じゃない痴漢ですね。で、まあ、痴漢です。これは犯罪ですね。そこで社会的に失敗な人も次やってしまうということはあり得る。だから人間っていうのは個人個人で頑張っても何か罪を犯してしまう、間違いをやってしまうということはとてもあり得ることでね。しかしそれでもってその人を断言的に潰して、こんなごなに過ごして社会で生活できないところまで過ごす必要ないでしょ。で過ごす連中も結構罪を犯してるんだから、ね、だから日本アメリカ上空みたいな国々では、この殺人したら死刑にする。でその人過ごしちゃいますね。でそれはその人は命を取り上げたんだから、あなたの命も取り上げますという感じになってくるんですけど、どんなちょっとした罪にも死刑にしていいんですかね。例えば痴漢をしまった、で見つかった、裁判で有罪になった、はい死刑です。会社でちょこちょこっとごまかしをせた、金を取っちゃった、会計レポートでバレた、誰が犯人かと、この人やと、なんで1000万円略暴してたんじゃない、まあ好きな女の人がその人欲しいと言ったんだから、あれ欲しい、これ買ってあげたよと。
さあ分かりまった、あんた死刑ちょっとおかしいでしょ。だから女をそこでその女の機嫌を取るためにいろんなものを買ってあげた買ってあげて、そこら辺はアホやっていうことで何かもう放っておくことはできるでしょうに、しかしあんた会社の管理にするんだ、これ入ら弁償しなさいと。遊ぶことは自分のお金でいくらでもやってくださいというふうなことが常識的な判断でしょ。でも死刑にするのは正しくないでしょ。でそれはなってないんだけど、このデジタル手帳っていうのはそういうことなんです。その人の全てのデータと一緒にこの一種どんなふうに痴漢しまったかと、どんな罰を受けたかとかね、それはずっとデータ、事実のデータとしてシステムに残っている。誰にもそれはアクセスできる。その人は何か立派なことを何か、例えばすごくいい本書いたとしましょう。で本を、発表しようと思ったところで SNS でこの人はこの最高にこれはリークだよと、こんなことやった人やとかね、それはあちらこちらバラしちゃう。それで子供たちにも孫たちにもそのデータにアクセスできる。だからあの人はどうすればいいかと、死ぬまで死んでも汚い人々に非難侮辱されることは終わらないんです。その人を殺すことは限りなく殺すんですね。だから肉体的殺しよりはこの精神的な殺人っていうのは恐ろしいでしょう。どんな人間も罪を犯すのに、誰かが罪を犯ったなら気をつけとよと、気をつけろよと、二度とやるなよと、そういうのは優しさがないでしょ。デジタル社会ではなかったならば、これは一年二年忘れちゃいます。今データは消えません。だから悪人にそこまで技術を上げていいのかと、いくら技術を発展して上げても上げてもさらに悪いように使うだけ。昔は人を殺せるのは一回だけでしたけど、今は無限界にその人を殺しまくるんです。まあ無名でどうしてもね、誰も知らない人は安心ですけどね。ちょっと人が何か頑張って何か能力があって何か社会でちょっと上がっちゃうと、もう終わりですね。何されるかわからない。はい、そこはまあ、だから我々は何のことなく人間っていうのはそういう生命体やと。悪いことしか何もやらん生命体や。しかし人間に能力がある、知識がある、技術がある、芸術がある、科学がある、いろいろあります。どういう発展があってもあってもあっても人間の悪さがどんどん
ひどくなる。そこで時代が変わるとある悪さができなくなる。その代わりにもっとひどい悪さが現れてくる。だから200年前で人々をやった悪いことは今できない。我々は何のことなくしっかり服を着てネクタイも編めて行儀さをしっかり守ってよりひどい悪いことをやっているんです。精神的に殺しちゃいます。はい、そこでさらにポイントを戻ってみると、で社会が変わっても変わっても奴隷で束縛されて苦しんでいた人間の状況そのままです。昔は具体的な鞭で打たれた人々は今誰もそれはない。今子供たちに我が子にも体罰はしない。大切に出ますね。その代わり体罰を受けない子供がこの教育システムどこまで潰れてやられているんですかね。大人が怒らない、怒鳴らないことによってもっと自己管理できなくて、どうすればいいか分からなくなっちゃって、友達同士で喧嘩したらそこはどこまでやるべきかと分からなくなっちゃって、もっと苦しいもんです。それをお母さんにパシャーってやられた方がやりやすいのに。だからそれはいけないっていうことでね、まあ変わったんだけど、何が変わったかと。より悪いシステムが現れるんです。そこでこのパターン発見しましょう。だから科学者は発見しませんだけど、お釈迦様はこのパターンが2500年前で発見したんです。食うだよと。やってみない。やってみな。即世間で。真理はこうやと。だから幸福を目指して頑張ってるでしょ、みんな。幸福を目指して頑張ってるならば、当たり前でしょ、幸福になるのは。ここまでね、人間がホモサピエンから出てきて、もう今の現代人になっちゃって、ずっと頑張ってきたんでしょ、幸福になるために。だからなればいいでしょう、ね、なれないね。なぜならばこのこちらにパターンがあるんです。このパターンは仏教で因果法則と言いますけど、科学でも因果法則で、科学者はパターン見つかるでしょ。いろいろ法則があって、法則はもうどうにもならん。
だからビーレスが現れたらビーレスの生活習慣パターンがありまして、それに対抗するためにはこういうこういうふうにするべきやということで何かをする。私ね最近あのジェームスという望遠鏡あれが面白くて結構そちらからね、まあ、いろいろデータ出してますけど、ね、面白いです。なぜかというとこの例えあの赤外線で宇宙を見るようなジェームスあれテレスコープを作ったからといってあのパターンから抜けられない。それでそちらから今まで見つからなかったあのユニバース見つけたとかね、あれやこれやと言うんだけど、だって20万光年の遠いところものまでね撮ったとかね、結局は放した光で、あのレッドシフトという語の単語ですけど、あの光が長く長く長くいくとあのちょっと波長が変わるんですね。こうやってあの赤い線が離れるんです。分かれてね。そこで離れた距離からどれぐらい時間かかったのかという計算で。だから2万年光年の前の宇宙を見つけたからといってその宇宙今あるかどうか分からんでしょ。同じくそちらから地球を見たら2万年前の地球ですよ、見るの。だからなんかこの制限されてることは頑張っても厳しい法則に制限されているということ。やっとあの生命はいる環境がある惑星を見つけたんだと。名前とかデータとかネットで全部ありますよ。惑星の中に名前を付けてあります。あの環境だったらまあ。だから望遠鏡に惑星見るってことは結構ややこしい、難しいよ。バカでかい太陽たちの間で太陽一個回ってるもの見つからなくちゃかんだからね。はい、見つけたからって言って、あれは200光年遠いってですね。だから何やと生命がいてもおわがなんでしょう、ね、そういうことで科学者も一応パターン法則を見つけていろんな知識を教えているんです。で人間の法則だけは調べなかったんです。生命の法則は調べなかったんです。なんで地球が太陽に引っ張られてドカーンと太陽にぶつかって溶けてしまわないのかと、その法則が見つかっている。どうしても太陽の周りにもう
まあ、我、まあ、回転しなくちゃいけなくなっちゃったと。で、あの、あれが動かないんです。決まってる場所とかどこにずっと回ってるんです。だからそれはアインシュタインやら、まあ、大体アインシュタインの方ですね。そこら辺の法則出身してたのはね、だって磁石があってこちらってするとパシッと引っ張っちゃうでしょ。はい、まあそれはまあ私の感覚ではないんだけどね。で、お釈迦様ってのはそんなのは無駄やと見つけても見つけてる。だから命の法則を見つけてくださいと。見つからないんだから教えてあげたの、これは法則やと。だから幸福になりたいと思って不幸福。だから幸福になるためにいろんなものを作る、いろんな生き方をする。それによってあの過去の 苦が消えたんだけど、新たな苦が生まれてる。あの中部教でアリエパリエサンスッタという何で日本語であれば正具教ですかね。アリエパリエサン、まあ正しい探求というね経典で、一般人がね生老病死は嫌で嫌で生老病死を探し求めている。それで政治がこれがあかんねと思って生老病死から離れる方法、探して見つかった。そういうことで我々にとって世の中のことをいくら学んでも、このパターンは変わらないんです。ただ学んだ子が生まれるだけ。学ばなかったら何も知らない子が生まれるんです。じゃあ知ったならば知った子が生まれるんです。だから私たちのこの探検の方、探求の道が、ラインが正しくないんだと。そこで何か得て、何かに達して幸せになるというね、これずっとやってるんですね。幸せになってないんですね。だから得ること、何かに達することが幸福の道じゃないと。なんでそれしか頭に入らないんです。金があれば幸せ。結婚できれば幸せ。いるものでしょ。子供がいれば幸せ。体が健康であるならば幸せ。ね、それで幸せにならんだから、そちらであなたの頭おかしいと。何か取ろう取ろうとするじゃなくて、それで放っておけたらどうですか。
何も得ないことはどうですかね。あ、何も得ない、すべて捨てる、あ、不安でしょうがないと、みんな泣い、また泣いちゃうんですね。それが持ち当てなんだよと。取るよりは捨てた方が楽やと。体が苦しいになってな、体が私のものだからでしょ、執着あるからでしょ、捨てちゃえば。自分のものじゃないやと。というよりも、自分っていうのはそもそも成り立ったんだと。自分成り立たんだったら、そこで全ての問題終わってるでしょう。はい、そういうことで話は終了します。で、ここで我々はこの無執着の訓練ということで、頑張ってもらうんですね。だからまあ、自分が何者かと見てみる、ヴィパッサナー瞑想というのはそういうこと。みんなそれ見たくないんですね。だからシステム作る、ソフトウェアシステム作る人々でも、人間様は立派です、はい、これ使ってくださいと。それではちゃめちゃ苦しみ作るためで使っちゃう。だからもともと人間様はろくではない、悪人やと。波を上げても悪、不幸になるように使うんだよと。そういう我々の生きるシステムに大きなシステムフェイリアがあります。だから一人一人が生きるシステムが、あの自我という架空概念、妄想概念入れて、そちらに合わせてアルゴリズム作っているんです。自我が永遠不滅にある、これ証明していない、確かめてない。それであらゆるアルゴリズムを作って生きているんです。例えば宗教って何ですか、一つのアルゴリズムでしょ。永遠不滅の魂がある、この魂が、あのサッチアナンダですね、あのヒンドゥー語ではサッチっていうのは永遠で、アナンダムっていうのは空腹に満たしてるんです。魂が、そう言ったってもすごい苦しいでしょうと。永遠じゃなくて俺は年取ってるんだよと。足が弱くて走れなくなる、これ現実あるでしょ。それは現実として見ないで、あの架空概念に組み立てたアルゴリズムで答え出すんです。それはあなたのこの物質の問題やと。だから物質は壊れますけど、それで魂が自由になって神と一体になるんだよと。じゃあ神と一体になる、体に対する関わりを減らして一体の方法といえば、たくさんの方法を教える。だからヒンドゥー教はたくさん宗教なんです。ヒンドゥー教って一個の宗教じゃないんです。あの、もともと教えは同じですけど、まあ、いろんな方法を教えるんで、いろんなアルゴリズムを。断食するやら、歌うやら、もう、肌が出ることやら。
私は口が達者だから誰かのインドの人の話はたまたま聞くんだけど、誰でしたっけ、笑っちゃいますけど、今度口がすごい達者でね、しっぱなよしゃべりますけど、サッグルなんとかっていうねだからその人はその人のアルゴリズムを教えているんです。だからユダヤ教でイスラム教でキリスト教でそれぞれの永遠になるプログラムを持っているんです。問題は一つも正しくない、あの架空概念で組み立てたプログラムなんです。例えばこちらに怪獣がいると思いましょう。この怪獣はとても恐ろしいもので、で妄想して設定する、はい、決めた怪獣、恐ろしい怪獣がいる、私の仕事は怪獣から身を守ること。そこで自分でアルゴリズムを作るんです。この怪獣は放射線を放って人を殺してる、自分が放射線入らないような何かシェルターを作ってその中にいる。いえ、もう一人、いえ、この怪獣はすごい熱波を出して人々を溶けてしまう。あ、熱波が入っても大丈夫な、これボーネス的な何かシステムで嘘きつんぞくる。で、いろんな人々はたくさん怪獣から身を守るために物を作ってその中にはまって苦しんでるんです。そもそも怪獣が相手妄想でしょうと言ったとなら全てなくなっちゃうでしょう。自分たちが作ったシステム全部いらない、あ、フリー、鍵はいない、鍵はいないよと、あ、そう、じゃあフリー。そういうことで、この怪獣っていうのは自我なんです。魂なんです。ないんです。なの。そうすると皆様方、そこって今苦しんでる。全てのアルゴリズムプログラムが無効になる。その人を束縛する方法はもう成り立てない。っていうふうなことで、まあ現代の言葉を使って下脱の道を、まあ一応教えられます。まあそこら辺で言いかけやりましょう。じゃあどうもありがとうございます。